FW189V-1、1原型初号機 FW189 は第二次世界大戦時のドイツ空軍で使用された偵察機である。1937年にドイツ航空省から出された短距離偵察機の使用の基づいて、フォッケウルフ社で開発されたのが FW189 ウフウフである。また、本機の名称を オイラオイレとする別の説もある。ソ連の赤軍でのニックネームは空飛ぶ額縁であった。本機は総動式の総発機で低速でも安定した飛行性能を示した。中央部にある胴体は全部、後部ともガラス張りの部分を多く取っており、3名の乗員はいずれも広い視界を得ることができた。1938年7月に試作機が初飛行し、同時期に開発された。 ブロームーンとフォス BV141 との比較審査になった。全般的な性能は BV141 がやや優れていたものの、本機の方が短距離偵察機として採用されることになった。これは、フォッケウルフ社の政治力がものを言ったせいもあるが、本機が創発のため、片方のエンジンが被弾した場合でも、生還率が高いと考えられたことと、 本機の方がより汎用性があることが評価されたことが採用の理由だった。1940年から部隊配属が開始され、あらゆる戦線で偵察、連絡、地上攻撃などの用途で使用された。中にはレーダーを搭載した夜間戦闘機使用も制作されている。特に東部での対ソ連軍用に徴用され、地上部隊のフライングアイとして地味ながら活躍した。 1944年までに各型864機が生産された FW-189A-1 ありがとうございます。